本当に裏路地だ。ここ車で通ったことありますか？あります、あります。あのショートカットするのにここ通るんですよ。そうですね、これ地元民は。あ、地元民は、ここね、私は地元ではないけど、はい、あ、そっか。これさ、何本立てなんだろうね。あ、そうだ、オープニングパッドとかないと。あ、そっか。どうも、トモヤです。このチャンネルは栃木県にあるカメラ屋さん、佐藤カメラだったら、クラスシートたちがそれぞれの店でお送りしています。トモヤです。はい、皆さんこんにちは、アウト先生ですよ。ということで、車が通りにくそうだから、まず進みましょうか。まあ、進みましょう、はい。これでいいんだ。これでいい、これで。そしたら、あの、前回までのあらすじって書いてあるから、ね。あ、なるほど、なるほど。なるほど。道はね、じゃあ左側、右側歩くから。歩くのは、そっか。でもさ、車が来るとさ、左だからこっちにいた方がいいね。右で。どっちの方がいいんだろうね。右側じゃない、歩くのが。そうなんだ、それでいいんだ。住宅街ちょっと落ち着くよね、でもね。落ち着くけどさ、あんまり家にはカメラ向けられないけどさ。ちょっと撮ってもらっていいですか？はい。これも映ってるよ。あ、そういう感じ？あ、広角だから。うん、ストップ闇営業の図。あ、すごい。あ、ちょっとこっち、これもちょっと撮ってた。これ広角で正解かもね。あ、おお、動いちゃった。うつむり屋なんかな、ここは本当に。すごい、このお店。ね、なんか昔ながらだ。なんとか商店って感じ。なんか涼しい。いいね。うん、のどかな感じだね。いいね。あ、いいね。これセミとかさ、なんかあのさ、聞きやすいセミの音になったね、さっきの、ね。やっと半分です。じゃあ次の自販機で飲み物を買います。はい、多分今日は夕日撮って夜景まで撮って帰るようですよ。三脚ないから一回お店戻って。やだよ。それは含まれず。この鍵面白いね。あ、こ。車来るよ。なんか今夏休みの匂いがした。どういうこと？なんか夏休みの匂いがしたな今。夏休みの匂いとは、青々しい田舎育ちなもんで。あ、振りますか、ここ。そう、ここで振った方がいいね。1,2,3,4,5,6にしますか。じゃあ、さあ行きます。2 1,2 だからあっちだ。あ、自販機ある。え、まだ1万歩まだ半分。そう、ちょっと稼げる、なんかテーマパーク的な公園とか。スポッチャスポッチャはダメでしょ。スポッチャやったら一気に稼げそうじゃない、ね、バスケとかやったら携帯飛んでっちゃいそうだけどね。あ、そうだそうだ。まあ、なんか誰か会いてえな。でも絶対ここ歩いてる限りいないよ。いないよね。たまたまリスナーさんがこの辺住んでるとかだったらいいけどさ。住んでるとかだよね。写真部出てこないかな、写真部。トモヤさん。そうだね。抱きついちゃう、そしたら。抱きついてくれるの？抱きついちゃう。じゃあもう誰か来るんじゃない？ガーパー。俺 JK 来たら抱きつくから。じゃあ。あ、分かった。うん。おー、なんか小江戸通りとかいう遊歩道が、あ、なんかここいいんじゃない。行きたいけどサイコロ振る。1から6、こん中入るで。あ、いいです。振ります。よし、4が出た。入るよ。左行こう。入ろう。よし、入ろう。じゃあこっち。大丈夫、絞り8だけど。絞っといた方がいいよ。絞り優先にしようから。もう銀残しみたいな色になってるけど大丈夫かな。本当だね、なんか銀残しだよね、これね。でもかっこいいね、後ろが黒くしまってかっこいいね。いいね。いや、トモヤさん写真上手だね。そう、いいね。お先生、何のアドバイスもいらないよ、今日。今日いいよ、調子いいよ。うん、よし、行くぞ。お、お、お、リスがいるぞ。小江戸通り。小江戸通りのリス。あー、避暑地。避暑地来たー。お、いいね、避暑地来たよ。こんなとこあったんだね。うん、なんかもうね、少年たちがよく川遊びするね、気持ちが分かったね。入っちゃえば。入っちゃおうかな。うわー、いいじゃん、綺麗だよ、水絶対気持ちいいでしょ、これ。絶対気持ちいいよね、うん、冷たいよね、絶対。あー、気持ちいいよ。めっちゃ冷たい。すげー冷たい。あー、もうそこ入りたくないね。えどこ入りたいよ、俺。どこ入りたいな。こんなに疲労回復するんですね。ね、水って偉大だね。偉大、めっちゃ気持ちいいね。もう座ってくださいよ。もう座っていいですか。ここじゃあ、トモヤセッションが始まるわけですね。あー、いやー、もうちょっとね、もう見栄えとか言ってらんないよ、もう。え、今何歩、今何歩、今何歩。1万1000ぐらいか。1000、あと9000歩。もう一回座っていいですか。どうぞどうぞ。いやー、はい、お茶飲みます。はい、トールさんもね、休んでいただきたい。あ、続いてんだこれ。続いてるけどさ、あっちにさ、渡らせる気ないよね。
本当だ、ね、そろそろ振りますか。そろそろ振りましょう。1、2、3、4、5、6、はい、パターンにしましょう。オーケー、ね、それでいきましょう。はい、オーケー、じゃあ振ります。はい、3。よし、写真撮ったね。小江戸なんだっけ。あ、小江戸テセラギ通りみたいな。そうそうそう、あそこ一番、ああいうとこいいね。うん、あそこ映えたね。あそこ知らなかったしね、あんなとこあったんだと思って。じゃあ小島電機の外観を写真撮って、はい、現在地のツイッターしますか。そうですね。そろそろ早い方は4時でお仕事終わる方も、そこからこっちに来れる方もいらっしゃると思うので、現在地さあ参りますよ。元気出たな。元気出た。振りますか。振りましょう。元気ある友野さん行きましょう。はい、はい、1、北上。北上。2、南下。はい、3、西。はい、3、東。はい、4、5、マック。はい、6、レンズ交換。マック。5。さっきママ休憩したでしょ。ママ休憩したよ。違う、ソフトクリーム食べたい。歩きながら食べるよ、私が。じゃあ行きましょう。じゃあいいですか、ソフトクリーム食べちゃっていいですか。ベタベタになろうぜあ、元気だな、なんか。ありがとう。いや元気出た。嬉しいよね、本当。嬉しい。そう、俺も今元気出たわ。あ、全然全然。もう発見ってあげてもらえると。はい。あ、ありがとう。いや嬉しい。いいね。よかったね、ちょっと。俺もよかった。今元気になった。元気になった。じゃあ食べながら歩くか。じゃあ。食べながら歩いてあっちに行こう。ね、もう今日はいっぱい消費してるもんだって。よっしゃ、じゃあちょっと行ってまいりますね。行ってまいります。ちょっと頑張ってくださいって言われたんですけど、何ですかね。なんだろうね、今のね。なんだろうね。写真撮ります。どっちがおしゃれか対決だ。この広角か。これすごい足楽なんだけど今。不思議だね。やっぱりさ、気持ちの問題なんだよね。そうだよ、そうだよ。なんだかんだも4時過ぎてるしさ。もう4時だね。もう4時だよ。もうなんならさ、お昼じゃなくて夕飯もどっかで食べるようになっちゃうんじゃない、これ。宇都宮ってさ、全然話違うけど、優しいね。こうやって歩道歩いててもさ、自転車乗ってたからちゃんとこうやってあるからさ。そうそうね。なんかチャリンチャリンってあんまり今日鳴らされてないよね。ともよが歩いてますよ。歩いてますよ。はい、ともよと握手したい人、ともよに今声かけたらハグしてくれます。ともよを知ってる人、ハグしたい人、ともよに声をかけてあげてください。うるさいよ。あれ、シャトレーゼここにあったんだ。ほんとだね。食べたいね。食べ歩きみたいな。ガスコナのあそこで降りますか。交差点で、はい、こうやって振って決めましょう。僕の希望はまっすぐか左ですね。右に行くと戻っちゃうんですよね、さっきの弥生県に。そうなんですよ、はい、しかもこれまっすぐになったら登るんだ。立橋がありますから、この先は渋滞中って書いてあるよ。ね、あれしていけないよね。じゃあ振りましょうか。振りましょう。1、直進。2は2、3、4、5、どうしよっかね。5はそこの赤い車で行ったと思います。あー、そうですね、そうね。5、5、0、6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 、
レンズ交換。レンズ交換。なんかシュールだよね。レンズ交換の時すごいシュールだよね。広角楽しかったよ。楽しかった、うん、広角。よいしょ。この中は絶対に動画には見せられない光景ですよ。こんな重いのリュックに入れてたの。そうだよ。じゃあもう一回振りましょうか。もう一回振りましょう。じゃあ行きますよ。レンズいいよ、レンズ交換はもう。レンズ交換また変えんの？広角レンズに戻すの？広角ありがとうじゃねえよ。We'll be right back.
また合格ってこと？また合格になった。